だから来ない方がいい。はい、どうもアドリです。あ、どうもウメチです。あ、今の挨拶だったね。そうです。今日はね、はい、アンソニーの機械技師を、はい、お見せしようかと。アンソニーといえば機械技師みたいになってるから。まあアンソニーの画面はアンソニーにちょっと編集してもらおうかな今後って僕は思ってます。いやでも一番面白いって噂ですからね。じゃあね、アンソニーの画面別にそんなにね活躍してないからね。どう使うみたいな。そうそう。いやいやいや、今日はでも撮れ高見せちゃおう。そう、撮れ高ありすぎての勘違いですよそれ。俺この前泥棒使ったら撮れ高盗んじゃったからさ。みんな動画って難しいよ。確かに、うますぎてもダメっていうのがね。そう、怖い。それが俺の一番困ってる。うますぎてもダメ。逆だろ、まず俺だってわざとやってるみたいなとこあるからね。ちょっと待って、動けない。芸者だよ、助けて。無理無理、芸者。芸者は気をつけてください。対芸者に対してのこのなんか、あ、でも飛んだな。芸者だけはマジで勝ちて。なんで俺がやチェイスしとるんですか。これ頼んで。はいよ。まあチェイス得意ですからね、医者は。あー、ごめん。いいじゃん、え、梅っちいいじゃないですか、めっちゃ。何か？めっちゃ逃げてるやん。え、ずっと逃げてんのよ。いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいい。みんな頑張って。はい。俺の方来んな。ちょ、名屋になすりつけたい。どこに？え、まだ割れてんすか？え、ずっと割れとる。なんで？いないもん。なんでって。もういないからいいや。え、梅さん、さっきの俺と一緒にいた石でしょ？違う？え、多分違う石じゃない？え、あ、でも俺、そういうことね、俺多分いよいよ解放したかも。引き離した。危ね。解放ってなんすか？メンヘラ、メンヘラの。メンヘラから。メンヘラから逃げた。あいつの束縛から俺逃れたわ。来た。ちょっと。あ、なんで来てるよ。そっち行ってる？こうやってね、やっぱ俺が追われるんじゃなくて、アンソニー、画面の人に追わさせられる。逃げんの下手くそやから。そっち行け、そっち行け、そっち行け。なっなっなっ。なんでね、なんでアントニー、なんでなんで俺が倒すよそれは。アントニー逃げろ、お前は俺の方に来るな。ベアさんは餌にしようと思ったのに。じゃあ、いきり。やべ、あいつ飛んどるやん。いや、俺が。何した？空軍か。空軍です。いいね。軍曹です、軍曹。待った待った、俺らの方来ちゃった。あ、そっち行っちゃった。ダブルイシの方に来てる、多分。しかも俺もぶっぱしちゃったんですよ。ぶっぱしたよね。ぶっぱしちゃいました。怖っ。もう無理やん。アンソニー静かじゃない？アンソニーロボだ。ちょっと自分のこと治療しに行きますか。アンソニーロボと今アンソニーロボとすれ違ったぞ。ちょっとね、本体に近づけとこうと思って。慣れてるよ。また俺かよ。頑張って。じゃあアンソニーの方行くわ。いや、アンソニーの方行っちゃダメだって。アンソニーの方行くのが一番ヤバいです。助けて。ちょっと行こう。その後早く、あれまたやんないとダメっすよ。あかんあかんあかん。あれやろ。何？え、解読しよう。解読して、みんな。オッケーオッケーオッケー、自分直せる。アンソニーですか。アンソニーって自分だけ直しててね、解読もしてないんですよ。アンソニー、解読して、解読。よし、1個しましたよ。1個じゃないから、解読機は5個っすから、とりあえず1人1個直しましょう。ノルマ、ノルマ。まだ、まだ、まだっす。俺も1個直したんだよ。よし、じゃああと1個、誰や。正直上。飛んできてる、飛んできてる、飛んできてる。あれやってるから。俺直して、あれ直したらいいか。ああ、いよいよ。俺これワンチャン助かるんか？ワンチャン助からないね。アンソニー、もう悪い、こっちが。あ、まさか。それ大丈夫です。こっちも悪い。オッケー、失敗した。すいません。こっち行くか。助けるか。アンソニーは、お前集中しろ、海賊に。俺はめっちゃゼロ距離で見られとる。飛ぼうぜ。俺もこれ飛ぶやん。助けるで。行けよ。いや、大丈夫、大丈夫。マジ？つー！ロボットはどうする？これ、梅さんどうする？これ目の前におるけど。梅ちゃんはもう、これ乗っとこ。今から行くよ、アンソニー。とりあえずさ、鍵開けてほしいんだよね。アンソニー？よし、鍵開けます、鍵開けます。
僕からかけますね。何の時間今の。何の時間よ今の。こいつあれや、こいつあれや、こいつあれや、これダメなやつや。ちょっと見ますよ皆さん、マジで。俺もう終わりや。え、やめてー。あー、こんな、あこんなことならねえ、こいつあれや、扉が開いたらってやつや。こんなことなら助ければよかった。扉が開いたら一撃のやつや。もうちょっと面白くなるかと思ったのに。ごめん。まあ、まさか俺しかおらんかったな、そこ周り。そうよ、やば。え、アンソニーいたの。俺 こいつあれ、あれなんですよ。アンソニーどこがいました。いや、これあれなんですよ、あの一撃なんですよ、扉開いたら。だから来ないほうがいい。えぇ、ー、アンソニー、そしたら俺の方助けてくれ。いやだ、扉は。あ、早っ、早っ、早い。勇者分かってないタイプだった。早っ。そうなんですよ。基本的に直線だともうダメよ。ちなみにこの意識からしたら、こいつマジ使えねえなって思われるんですよ、マジで。え、これなんとかデスティニーって言われた。え、やば。最後の何？まずい。最後あのビューと飛んでくるの知ってるけど、瞬間移動。発動条件なんすか？後ろ向いてるやつにピッてやればスーッていくから、なるべく芸者はその芸者の方向きながら、デスティが逃げるっていう。8秒に1回なんで、1回あのピッてスキル封じたら、8秒間に1回なんだ。やば、後ろ向きで歩くとかマイケル・ジャクソンぐらいしかできんの。あれ歩ってるわけじゃなくてな、非現実的なことすんなよ。はい、難しい。というわけで、なるほど、今回ね、残念でしたけれども、ちょっと2連続で俺ら脱出できず、多分ね、今俺が悪かった。あんなにか、俺が無理に助けに行ったのがまずかったっす。むずっ。残念ながら、だからキャンプっていう仕組みをどうにかしてほしいっすよ。いや、そんなもん、そんなに難しくない、キャンプあれも。だから数で攻めるしかないでしょ。やってれば大丈夫です、行けばみんなで。まあ、ただあれだよね、アンソニーこれ人格上げちゃうと結局、まあ、そうなんだよね。そう、ゲームバランス壊れちゃうからな。バランスが頼むわ、その壊れたゲームバランスを見せてほしいよ。ここでキープしてるところあるからな。ちょっとまだ早いみたいなとこあるよね。頼むわ、もう少し YouTube がちょっとおかしいことだわ。YouTube のあの第五人格実況者たちが、そうね、多分生活を奪うことになる。バズり散らす。知らねえよ俺は。まあ、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。すいません。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。